松本博士松本博士10月13日没年。不明は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍大佐。高4級。福岡県出身。1924年7月18日、陸軍主管学校を卒業し、同年10月25日、不評少位として任官した。同期生には、官位の宮春二王、西郷十五、西武一。 伊藤誠一、島村のり、木村正春鈴木正夫、寺西民屋、横山八尾、佐古田光夫、辻正信、野中志郎らがいた。1933年12月12日、陸軍大学校に入学し、昭和11年11月29日、同校を卒業し、不評単位に任官した。昭和17年5月5日に、 第17軍高級参謀に任命され、ガダルカナル戦に関与した。一騎士隊全滅松本は、第17軍司令部からトラックに特派され、一騎士隊隊長、一騎清志自家大佐と協議した結果、一騎は直卒する第一停団の兵力編成を決めた。その後、海軍見張り所が8月21日17時45分に発信した一騎士隊全滅の方を、 同日夜11時30分、二宮木三郎第17軍参謀長に報告した。この際、松本は、一機死体が全滅したと、海軍見張り所から、海軍側に入電があったそうですと言って、笑顔を浮かべ、ご報だと思いますので、参謀長には言うまいと思ったのですがと付け加えた。第一次総攻撃、川口死体9月10日、二宮参謀長によりガダルカナル島に派遣され、 川口清志県少々指揮下の川口死体による第一次総攻撃に参加するため、不評第四連隊第三大隊に同行した。しかし、総攻撃予定時刻9月12日午後8時に攻撃位置につけなかった。松本は第17軍司令部に川口死体の各隊がジャングル内にあり、ジャングル内の前進が意のごとくならず、攻撃を延期し14日の午後8時に、 攻撃前進の予定である、と報告した。9月14日、第2師団作戦主任参謀に任命された。第2次総攻撃、アウステン山うかい10月11日朝、松本は、第2師団参謀長、玉城恩和大佐と共に903高地へ、敵上視察を行い、第2師団司令部幕僚会議へ向かった。松本は、軍戦闘司令所に出頭し、産地の森林は、 密度大ならず、迂回作戦可能のごとしと報告し、雑誌手貸しするより、迂回奇襲を取るべしと、辻参謀に述べた。第17軍司令官、百武春吉中将は、ガダルカナル島上陸後に知った、またニカウガー西岸高地の喪失第2師団の戦力の低下、軍需品の海上輸送状況等を考慮して、攻撃計画の変更を研究していたが、 松本からの報告を受領し、小沼春夫大佐に地形一般を確認させ、10月12日に正面による組織的な攻撃を改め、軌道による迂回吸収攻撃を採用したという。松本は意見具心の背景として、当時飛行場を見なかった一帯に陣地があるとは考えなかったと回想している。一方、滝沢一郎は10月11日朝、 松本は、玉城と共に903高地へ、敵上視察から第二師団司令部幕僚会議へ向かったが、そこには大本営参謀、辻正信が待っており、第二師団の参謀たちが、辻参謀の勤房術作に引っ掛けられた、と主張している。昭和56年10月に、ガダルカナル島へ、異例に訪れた際、滝沢のアウステン三南西録は本当に見えたのか という質問に、松本は、君、しようがなかったんじゃよと、第17軍司令部に出頭する前に、第2師団司令部で師団の幕僚会議を開いた、はずですが、との質問に、その通りだ、その席上に、辻参謀が同席していて、迂回作戦を主張したのではないかとの質問に対しては、そんなことはないよ。それでは、第2師団の参謀が、迂回作戦を主張したのですか との質問には反論もせず、目したままであった、という。また、迂回作戦を推進するにあたって、第一戦の将兵の傾向職は7日分しか持っていないことを知っていたのかと質問すると、松本は、そりゃあ知っとったよ。7日以降は、食い伸ばせばいいじゃないか。君そうだろと返した、という。昭和18年6月1日、陸軍不評学校教官となり、 昭和19年3月1日に大佐に昇進した。昭和19年3月22日、ボタン校の第三軍高級参謀、ボタン校の昭和19年12月20日、第一方面軍高級参謀となった。ありがとうございます。